フェイトン号フェイトン号事件は、文化5年8月、鎖国体制下の日本の長崎港で起きた、イギリス軍艦侵入事件。ヨーロッパにおける、ナポレオン戦争の余波が、極東の日本にまで及んだものである。重部文化5年8月15日、ベンガル総督民党の政策によりオランダ戦打法を、目的とするイギリス海軍のフリーゲート艦フェイトンは、オランダ国旗を掲げて、国籍を偽り、 長崎へ入港した。これを、オランダ船と誤認した、出島のオランダ商館では、商館員ホーゼン・ルマンとシキンムルの2名を小舟で、発見し、慣例に従って、長崎奉行所のオランダ通事らと共に、出迎えのため船に乗り込もうとしたところ、武装ボートによって、商館員2名が拉致され、船に連行された。それと同時に船は、オランダ国旗を下ろして、 イギリス国旗を掲げ、オランダ船を求めて武装ボートで、長崎港内の捜索を行った。長崎奉行所では、フェイトン号に対し、オランダ召喚員を解放する要所上で要求したが、フェイトン号側からは、水と食料を要求する返書があっただけだった。オランダ召喚長、ヘンドリック・ドゥフは、長崎奉行所内に避難し、 召喚員の生還を願い戦闘回避を進めた。長崎武業の松平康秀では、召喚員の生還を約束する一方で、湾内警備を担当する佐賀藩、福岡藩の両藩に、イギリス側の襲撃に備えること、またフェイトン号を抑留、または焼き討ちする準備を命じた。ところが、その年の長崎経営当番であった佐賀藩が、 大平になれ経費削減のため守備兵を無断で減らしており、長崎には本来の駐在兵力の10分の1ほどのわずか100名程度しか在番していないことが判明する。松平康秀は急遽、薩摩藩、熊本藩、久留米藩、大村藩など九州諸藩に応援の出兵を求めた。翌16日、ペリュー艦長は人質の一人、 法然ルーマン消化人を釈放してた木々、水や食料の提供を要求し、供給がない場合は、校内の和泉を焼き払うと脅迫してきた。人質を取られ十分な兵力もない状況下にあって、松平康秀はやむなく要求を受け入れることとしたが、要求された水は少量しか提供せず、明日以降に、 十分な量を提供すると偽って、応援兵力が到着するまでの時間稼ぎを図ることとした。長崎武行所では、食料や飲料水を準備して、船に積み込み、オランダ商館から提供された豚と牛と共に、フェートン号に送った。これを受けて、ペリュー艦長は、資金無る召喚員も釈放し、出航の準備を始めた。17日未明、近隣の大村藩主、 大村す正が反兵を率いて長崎に到着した。松平康秀は大村す正と共にフェートン号を抑留もしくは焼き打ちするための作戦を進めていたが、その間にフェートン号は怒りを上げ長崎郊外に去った。結果だけを見れば、日本側に人的、物的な被害はなく、人質にされたオランダ人も、 無事に解放されて事件は平穏に解決した。しかし、手持ちの兵力もなく、侵入船の要求にむざむざと応じざるを得なかった、長崎奉行の松平安秀は、国威を恥ずかしめたとして自ら切腹し、勝手に兵力を減らしていた、鍋島藩家老等数人も、責任を取って切腹した。さらに幕府は、鍋島藩が、長崎警備の任を怠っていたとして、 11月には、藩主、鍋島成直に100日の閉門を命じた。フェートン号事件の後、ドゥーフや長崎奉行、曲がり淵系ロラが、臨権体制の改革を行い、秘密信号機を用いるなど外国船の入国手続きが強化された。その後もイギリス船の出現が相次ぎ、幕府は1825年に異国船打払い令を発令することになる。 この屈辱を味わった、鍋島藩は、時代、鍋島直政の下で近代化に尽力し、明治維新の際に大きな力を持つに至った。また、この事件以降、知識人の間で英国は侵略性を持つ危険な国、英恵比寿であるとみなされ始め、組織的な研究対象となり、幕府は1809年に、元気昌営ら6名の長崎通事に、 英学修行を命じ、それに続いてオランダ語通じ全員に英語とロシア語の研修を命じた。元キラはオランダ人に承認ヤンコック・ブロンホフから英語を学び、1811年には日本初の英和辞書、安クリア工学商戦10巻が完成し、1814年には幕府の命による本格的な辞書、安クリア語、林大成15巻が完成した。 一方、イギリスは1811年になって、インドから、ジャワ島に遠征軍を派遣し、バタビアを攻略、東インド全島を支配下に置いた。イギリス占領下のバタビアから、長崎のオランダ商館には、何の連絡もなく、商館長ドゥーフらは、ナポレオン帝国没落後まで、長崎で江島に放置された。ドゥーフたちは、本国の支援もないまま、7年もの年月を、 日本で過ごしていくこととなる。ありがとうございます。